1回戦は第11試合、先攻はこの MC。 群馬代表、魂の叫びをマイクに込めて、小池義則。エンターテイナーすぎて待たせてるぜ。小池義則いますか？本当に？小池くん！みんなで呼ぼう！愛せ小池優勢！山！いたー！義則って言いたかったんですけどね。大変に申し訳ありませんでした！イエー！その分バッチリかましてくれ！行こう！高校はこの MC。 香川代表、病み上がりのワントライ悔やみギャル。この試合よりビートが DJ ペコに移ります。まずはビートを。かっこいい、バッチリかませ。1回戦は第11試合、先攻小池義則、後攻悔やみギャル。ビートは DJ ペコ、発祥節横車レディーアイ。いやいや、調子はどう？遅れて誠にもう仕分けございません。マジでこの遅刻の分速攻取り返す、このまま覆す。我はアマガエル、撃たれてなんぼ水色色よりゴゴゴゴゴゴゲー。完全にぶち決まってなんだ金のね。バイブスじゃ乗り越えねえ、大失敗犯してるぜバッボーイ。こいつは遅刻、俺は四国、こいつに負けたらペルーに帰国。どうしようかな、まだまだあるぜ、取り戻せるぜ、目ん玉開けろ。俺ならドシラフ、ここらでお前を本気でしばく。それはでけえ、俺に負けたらペルーに帰国。重みがかかってる、でもマイクに込めた思い、弱音を口にするのとは違えよな。本気の勝負だけで生きて耐えれる故郷があるのはすげえ。二体を背負ってる、そういう男。レッツゴーレッツゴー。よくわからない、何を言ってるか、俺の言葉巧み操る、これはジャパニーズ。みんなが聞き取れるぐらいのライミン。お前はどこから来たかわからない、帰る場所は四国、フロム香川、ここから来たぜ。お前どこから来たのかマジでわからねえ、yeah。 そのドレッドよりも俺はマジでホットな唐揚げくんで言うなら俺はレッド。群馬のふるさとはあんなか、ローカルハイウェイ18号、乗ってみな思いっきりアクセル、吹かす、でもボリスには気をつける。ぐるぐるそこら中でやってるネズミ捕り、勘弁してくれの命乞い、フリースタイルで危機を逃れる職人。ネズミ捕りすらも逃れられない、俺のいつもいるケツにポリよ。ポリ袋の中身は常にマイク、フレッシュな言葉をここらで出す。マイバース、ダサい姿見せない、四国の仲間がまだまだ待ってる。イエー、初じゃねえぐらいのドンパションってる。俺のライブはホットってみんな知ってる。オッケー、ありがてえスクラッチ、何本でもあるぜ、踏みまくりすぐサッチ。する言いてないよ、マジ勝ちてえの、いいぜその価値の分、俺は価値が上がる。借りを貸す、この場でその箱を開ける。パンドラ、出てきたワードは最高じゃん。もうお前どっちでもいいよ、俺の CD 買った方がいいよ。赤と青じゃ分かりきれないぐらいのマジなライム。お前の心俺ちゃんと受け取ってるからさ、俺100万ゲットしに来てんだわ。俺来週子供生まれるんだわ。半
半端じゃないもんしょってんだわ。みんなもう見たら分かってんだわ。さあ決めよう。1回戦第11試合、まずは先攻小池芳則、続いて後攻クヤミゲル。まずはクヤミゲル行こう。レディージャッジ勝者クヤミゲル、群馬代表小池芳則に大きな拍手。いや、これは最高の瞬間。って帰ることから始まる革命の産声、感じたままに受け取れ。最後に何も言わねえで帰れねえ。症候群外れ中の小池芳典でした。大きな拍手。 UMP2019 これからも癖を埋めるやついっぱい出てくるし、群馬もチェックしておいてくれ。 Yeah! Yeah!